ルカバルト・シュミットはドイツ人間出身のプロサッカー選手。ドイツ代表。ブンデスリーガ VFL ボルフスブルク所属。ポジションは FW。いくつかのクラブを経て、2010年にアイントラハとフランクフルトの下部組織に入団。2014から15シーズンによりトップチームに昇格し、2015年4月25日のボルシアドルトムント戦でトップチームデビューを果たした。 2016年6月30日、ハンブルガー SV と4年契約を結んだ。9月17日、ブンデスリーガの RB ライプチヒ戦、後半83分、ボビーウッドとの交代で移籍後初出場。しかし、このシーズン、クラブは史上初の二部降格となった。2018年5月、移籍金500万ユーロで SC フライブルクが獲得した。 2020年8月14日、SL ベンフィカに5年契約で加入した。遺跡金は1500万ユーロ、契約解除金は8800万ユーロに設定したことも合わせて発表された。2021年8月22日、VFL ボルフスブルクと2025年までの契約を結んだ。各年代でドイツ代表に選出されている。 2019年10月9日に開催されたアルゼンチン戦でフル代表デビュー。ありがとうございます。